はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今ね、スーパーボール級で3勝3敗でめちゃくちゃこのゲームつまんない話が始まってて、刻も早くね、でも毎シーズンさ、スーパーボール級から始まれる必要あるか？いらなくない？1試合したら勝っても負けてもマスボ級から始まってよくない？バロラントとかと同じでいいと思うんだけどな。バロラントは負けるとランクつかないんだっけ？GO はなんか2000ぐらい勝たないとつかなかった気がするけど、まあ、その別ゲーの話はどうでもよくて、ホワイトキレマラッキーで見ればいい、私はもネクロで見ればいい。こうなった時のね、結局一般枠のランドロスの圧力がちょっとやばすぎるんよ。ねえ、でもイベルラキネクロってあげても何も面白くないな。かといってスイ君もなんか使いすぎた気がする。じゃあドラパ投げるかって、ザシャイにドラパ投げれないからめちゃくちゃ意味がわかんない。ちょっと、グループ殺したいなと思ってドラパルト持ってきたんだけど、全然面白くないわ。もう、相手の6体にさ、3体で対応不可能じゃない、このゲーム。どうやったら、まあラグはイベルで、ひるませるか。ひるみ外人なろ。ねえ、ラッキー寝かしながらステロ巻きに行けば、ホワイト切ればなんとかなるから。まあ、頑張ってザシャン削れれば最悪、ネクロ死んでもいいか。イベル死によりはネクロ死の方がまだいいな。構築のせいで成立してない話もあるんだけど、いやー、結局でもね、ゲームで取れるプレイングって、構築と選出が決めてると思ってるから、その強い選出とか強い構築だと思うけどね、僕は。まあ、人によって意見はもちろんあると思うんだけど、その取る動きっていうか立ち回りをさ、考えて構築をに組み込んで、それがなんか構築になるわけだから、その立ち回りって構築に内蔵されてるものだから、構築が弱かったら弱い立ち回りしかできないわけじゃん。だって選択肢はさ、その戦闘中にする選択肢って裏の2体に引くか、技4つのうちどれ選ぶかとダイマックス切って、まあ8択10択ぐらいじゃん。だけど、あの構築を組む段階で選べる選択肢と技選択でどれをさ、こうどういう技をポケモンに入れるかの方が選択肢が圧倒的に多いわけだから、僕はそっちの方が重要だと思ってるんだけど、その構築が一生このルールの構築、マジで正解なものを組める気がしない話ね。物理技持ってたら殺すよ。殺さないけど、殺害予告ではないから、全然だけど、電磁波巻きたいな。別に次の際、これでも先に捨てろだな。ラグと、ランドロスが、キモすぎるため。ダイマックス一旦で終わったのでかいな。こういう展開にできると、これ多分、受け駒の入ってる強さが出てるんだけど、あられなのがちょっと宇宙で、ネクロマジでこれ弱いよな、ザシャンに対して。今だけ鳳凰になんないかな。いや、本当にこれ弱いと思うんだよな。僕もザシャンおとなしく使うか。なんかそれがいい気がしてきたけどね。でもザシアンを使うとね、相手のザシアンに対して本当に相手のザシアンに強い金殿をもう一体に入れないと、結局なんかザシアンのうまさ勝負みたいになっちゃうから、ちょっと気に入らないんだよね。剣舞は全然いいな。それ僕が、いや、ラッキー切って電磁波巻くはさすがになかったわ。まあ何を打たれてもこう自信でいいね。ネクロはね、一枚でダッシュを抜ける世界が、なんかとんでもないんだけど。だってそれ見てから僕ダイマックス切れるよ。まあ、ここは多分イベルで処理するから必要ないと思うけど。こんだけ削れば、引いてるところに交代際にアクハアクハでも処理できるから、それは問題ないと思っていて。ネクロ残す理由が別にダッシュないんだったらもうないから、ここダイマ切る必要ないと思うんだよな。イベルダイマ切った方が絶対強いから。聖剣ワンチャン耐えるっしょ。そうだよね。
インファとかちょっと困ってたけど、スーパーボール級の恩恵来てるわ、この試合。てか、聖剣を打ってくるっていう。インファじゃなくて、聖剣にする理由って何なんだろう。聖剣にして、特にないと思うんだよな。鬼森がいるんだったら話は別だけど、鬼森回避も上がんないし、そもそもいないし、全然関係ないからね。そもそもザシャが氷タイプじゃない時点で、鬼ゴリを意識して聖剣を入れるっても意味がわかんないけど。キュレム。ここね。まあでもラッキー、最悪死んでもいいか。なんか嫌な思い出あるな。レード、ぶちかましてきそうだな。キュレムはラッキーで見れてるから、別にネクロを切る必要なくて、第一杯。そうですか。全然ハマいってもいいけどな。多分ラグと、その辺いないんだよな。ランドとかいるんだったら即ランド引きでいいから、ザシャンない日だと多分いなくて。がね、僕もザシャンを使う決意をするか、そろそろ。別にザシャンを使いたくないわけじゃないんだけど、ザシャン使ってて、本当に相手のザシャンに、意味が分かんなかったから使ってなかったんだけど、まあいいわ、もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。僕この構築組んだ時は相手のこういうまさにこの構築みたいなのを意識して組んでて、だまあラキネクロでザシアンイベルって見れて、でかつ戦術パワーが強いなと思って組んだんだけど、やっぱねイベルに対して回答のない構築ほんと嫌だから、ザシアン鳳凰とか使うわ、今度は。戦術。まあ、イベルネックロラッキーって投げたいんだけど、カバルドンがちょっと、ドリューズカバルドンが、まあ、ネクロで先積むんだったら別にドリューズは無視してもいいんだけど、もう薬くんちょっと欲しいけどな、でも、それは微妙か。まあ、イベルから入って多分、ネクロラッキーってやって、カバルドン、気合でみたいな。ドラパーはまあイベルの圧力あるからなんとかなるのと、ロトムは別にいいでしょ。まあどっちかっていうとカバーの方がきついかな。ドリューズはダイマックスあるのが、いやダイジェット切れなく打ちたくなるからな。でもさ、結局ザシャンは返り討ちに合うことを考えると何とも言えないと思うけどね。ここ S 判定でスカーフバレるのバカらしいな。まあでもトンボでネクロ引く動きで僕は満足するけど、とりあえずスカフバレる、トンボから入ってちょっと削って、トンボ返りが突然炎タイプになんないかな。そうするとこの上ないほど嬉しい気持ちになるんだけど、ねえスカフイベルは相手誤算で、いやこのイベルはこれはこれで僕ちょっと強いと思ってるんだけどな。全然だったわ。何もこの世界に存在しなかったどころか、僕しか使ってなかったから、その僕が勝ってないから、バカなだけでした。何から入ってくれると嬉しいかって言われたら剣舞。それは剣舞。あ、ちょっと嬉しい。まあ問題はこの後。問題はマジでこの後。まあ、削りに行くか。居住。これだったら多分、地震プラスゴツメゴツメとかで、まあまあいけるんじゃない？はいはいはい。これでご利用したい感じか。次、居住もじゃれも問題なくて、まあ、インファーがちょっときついけど、それはイベルからで、多分処理できるから、いや、居住で組んだったらね、朝の日差しだったけどね。ここは日差しをすか。インファが多分あると思うんだよね。ああ、引きだったら回復が正解で。バカルドン。ただこれだったらまあ僕ラッキー寝かしに行く選択肢強いと思うけどな。カバー出し、ネクロってあげてるんだったら多分僕、負けようがないと思うけど。どうやっても負けないと思うけど、てかネクロズマステロ巻きてえな。回復量が雑魚になった。ここは一回メテオしときたくて、まあ、地震打ってくるのも、ザシャン攻撃一回耐えれればいいか。ゴツメ二回入れれば多分十分で。
やね、カバルド見てラッキーに引くの弱いな。あと、カバが有限か無限かによって全然話が変わってくるけど、ここラッキー引きたかったな。まあでも僕別にラッキーかネクロどっちか残しとく程度でも十分だから。で、ごつめんなもバレてるでしょ。まあカバはボンのみか何かだとおそらく思っていて。ただ僕イベル寝かせれないから。で、ステロも入るから。ああ、まあボンのみか。それはまあまあまあ。だからまあ僕ラッキーでステロ負けるんだったら全然ありで飛ばしてくる。できれば、ああ、イベルは嫌だったね。どっちかっていうとイベルはちょっと嫌だったね。このカバーを、弾じゃないから多分落ちないと思うんだよな。かといって赤ハイヒルミ狙うのチンパンすぎる。まあ、ここでスイングが正解か。回復で、多分ね、吹き飛ばしあるから、カバーさすがに。ああ、赤はちょっと怪しかったね。落ちてなかった話もまあまあある。大学切ったら落ちてたけどね。ねえ、ここ吹き飛ばしでいいのか、相手。吹き飛ばし安定か。まあ、それでもイベル回復できただけ、よしとするか。でこだわっててもね、ダイマックスで、一回は無理くり動けちゃうから、相手イベルに対してはそんなに悪くなくて、あくび。ここあくびか。ただ、ネクロ別にいらないか。ザシャンもイベルでも処理できるのと、だから、ここ、竜舞してもいいかな。ああ、日差しがいいか。多分、ここ吹き飛ばしなんだよね。で、変に倒しちゃうよりは、まあ、イベル出てきてイベルで倒すか、ラッキーが出てきてステロを負けるかのどっちかが必要だと思ってて、まあまあ、それはいいかな。別に。ねえ、ここ多分イベル着地だと思うんだよな。ザシアン着地は、ネクロ投げ返せばいいから。ねえ、嫌なのは、吹き飛ばしとかなんだけど、吹き飛ばしてもそんなに面白くないと思うんだよな。ステロ入る。まあ、君も引くよね。イベル。ねえ、物理イベルさえやめてくれたら僕何でもいいと思ってるけど。とりあえずここは電磁波から入って、カバ引き見てからステロで、まだ、あー、それか。あー、そのタイプか。205までヒットポイント振ってるかな。201あるよね、そうだよね。まあ205まで振るよな。困った。まあ、ステロ巻くか。これでもさ、そのイベルだったら、身代わりあっても多分しょうがなくない？で、弾でしょ？まあ、跳ね休めの有無にもよるんだけど、結局はそれ崩しになってないから、アーク切ってくるならアーク切ってくるで身代わり切れるから別によくて、困るのは、まあまあそれもいい。てかまあ、悪派でスイング身代わり、熱風じゃないかな、使い勝手を考えたら。なんか、まあ周りの並びにもよるけど、基本的には熱風イベルが使いやすいと思うからね。それかまあ、不意で、ちょっとリーチ伸ばすかみたいな感じだけど、それは大魔を切んない大で殴れないから、普通の不意だったら多分ね、ラッキー別に死にはしないと思うんだよな。一回は投げに行くか。で僕、ステロ負けてるから割と十分って感じで、これやってても死ななくて、ザシアン削れてって、僕イベルちょっと削れてるけど、ああ、でも、投げない限りはステロダメ範囲ないから、TOD はこれ勝つ。ああ、201なんだ。僕、そのイベルで身狩り入れるんだったら、多分、努力値、16だけ H に振って、あ、16じゃないか。24かな。振って、あ、24はないわ。28か。とか振って多分、ヒットポイント205まで伸ばすと思うんだけど、
不意飛んでくるかな。高3だったわ。なんか普通に終わりました。GG、お疲れです。